転職イベントに出展した結果が、やばすぎたっていう話になります。出展した結果ですね、7時間でと出会うことができました。企業側が意識しておくポイントとしてましては、はい、金平です。今回は当社がマイナビの転職イベントに出展した結果をですね、お話ししたいと思います。転職イベントに出展した結果が、やばすぎたっていう話になります。この動画の最後には企業側が転職イベントに出展するこうメリットがあるかどうか、あとはどういう点に気をつけたら成功するかどうかっていう話を、します。また転職したい人が、どういうところに気をつけたら転職活動が成功するかっていうお話もしていきますので、最後までご覧いただきたいなというふうに思います。まず当社が20代の営業職に特化した転職エージェントでありますので、今回転職イベントに出展した目的っていうのは、20代で営業として転職したいと考えている方の集客になります。まず出展した結果ですね、だいたい11時から転職イベントが始まって18時までなので約7時間ですね。で、7時間で当社の場合は52名の方と出会うことができました。で、結果52名中10名の方が当社のターゲット人材でした。当社のターゲット人材っていうのは20代で営業をやりたい人がまず1つ目ですね。で、2つ目に経験者数が1社もしくは2社の方が2つ目の当社のターゲット人材で、3つ目は営業か接客の経験がある方ですね。この条件に当てはまっている方が52名中10名という結果だったんですね。で、1日転職イベントに参加をして10名の方と出会えたという結果を多いと判断するのか少ないと判断するのかは、企業によってそれぞれ変わってくると思いますけども、当社としてはターゲット人材10名と出会えたっていうことはすごく出展してよかったなというふうに感じています。ではここでですね、残りの42名の方、ターゲット人材に当てはまらなかった方の特徴をお伝えしています。まず1つ目に転職回数が多い方、具体的には20代で転職を2回以上経験している方ですね。20代で2回以上転職を経験している方っていうのはすごくですね、離職してしまう可能性が高いというふうに感じてしまいます。実際そういう会社が多いというふうにも思います。当社が出会った方の中で最高はですね、20代で9回転職を経験している方がいました。これは本当にこう驚いたんですけれども、転職が多い方っていう人の特徴として自分勝手な人が多いですね。会社がどうこうというよりはもう自分勝手、あとは自分が都合悪くなったら、すぐ辞めるという方もすごく多いなというふうに感じます。で、転職を1回2回経験して逃げ癖がついてしまっている方っていうのは3回目も4回目も転職をどんどん繰り返してしまうというような特徴があるんじゃないかなというふうに思いましたので、転職することは私はポジティブに考えてますけども、20代で何回も転職をするっていうことはお勧めしていませんし、やめた方がいいというふうに思います。あとはですね、当社のターゲット人材から外れた方っていうのは短期離職の経験がある方ですね。1年以内の短期離職の経験がある方っていうのは離職する可能性が高いというふうに判断されてしまいますので、当社から自信を持って企業を紹介するっていうこともなかなかこうしづらいということがあります。で、あとはですね、ターゲット人材に当てはまらない方でいくと暗い人ですね。当社は20代の営業職に特化した転職エージェントなので、営業に適している方を集めています。なので基本的に暗い人は当社のターゲット外というふうになります。でも暗い人が言うんですよ、私は営業をやってみたいと思います。
私人と話すことが大好きなので営業職が向いてると思います。笑顔なくですね、めちゃめちゃ暗い感じでそういうことを言ってくる方はすごく多いんですね。なので営業をやりたいんであれば、もっと明るくハキハキ元気よく相手に自分の思いとか自分の意見を伝える必要があるんですね。で、人とのコミュニケーションなので多少笑顔で話をするっていうこともやっぱやらなくちゃいけないと思います。なのでそういったことができてない人はやっぱ暗い人だなって、営業向いてないなっていうふうに、私は判断してしまいます。では最後にですね、転職イベントに実際出展してみて感じたことをお伝えするんですけれども、まず企業側が意識しておくポイントとしましては、短い時間、だいたい10分から15分の間でどれだけ仕事における興味づけができるかどうかですね。まあ当社は20代の営業に特化しているので、こんな会社、こんな仕事紹介できますよっていう仕事の興味づけは比較的得意なんですね。なので短い時間の中でも転職したい人に仕事の興味を持ってもらうっていうことは、まあ、しっかりとできていたかなというふうに思いますが、なかなか転職イベントに出展していても結果が伴わないっていう企業もたくさんあります。そういった会社に共通していることっていうのは、短い時間で仕事の興味付けができていない会社が多いと思います。なのでここがまず企業側の一番大きなポイントかなというふうに思いました。で、次にですね、転職を希望している方が何を意識するべきかっていうと、企業説明を聞いているとき、会話をしているときにどれだけ好印象を与えるかということが一番のポイントになります。企業の選考とか評価っていうのは面接だけで決まりません。企業の説明を聞いている時の表情とか、企業説明の時の何気ない会話で採用担当者はあなたの評価をしています。これは8割9割型の企業がそうしています。なので企業説明を受けている時の印象をどんだけ好印象にしていくかというところがすごく大切になりますので、転職希望者に関してはそこをですね、徹底的に意識して印象操作をしてもらえたらいいかなというふうに思います。当社は20代の営業に特化した転職エージェントです。なので一人で転職活動するのが不安だなと思う方はぜひお気軽に当社までお問い合わせいただけましたら、当社がしっかりとですね、転職サポートさせていただきます。面接でどんなこと聞かれるのか、面接でどういうふうに話をしたら面接の合格率が高まるのか、あとは本当にあなたにマッチした会社なのかどうか、あなたが仕事で楽しく働ける会社なのかっていうところもしっかり相談に乗った上でアドバイスをさせていただきたいというふうに思います。なので私のことを知らない方でもこの動画をきっかけに転職相談したいなという方がいらっしゃれば、どなたでもお気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。当社のホームページからのお問い合わせも全然 OK になりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。では本日は以上となります。ありがとうございました。